さらなる女性女子の不動産大学賃貸不動産経営管理支部監督処分編ということで、このチャンネルは不動産大学のサブチャンネルでございます。賃貸不動産経営管理試験までですね、あとわずかになっております。今日もですね、私たっちゃんの方でお送りさせていただきたいと思います。今日はですね、試験に出そうなところを田中行政組織からいろいろと聞いてきまして、今日はですね、監督に関するところをですね、一気に予想問題で出していきたいと思います。これはですね、賃貸住宅管理業を適正に行ってもらうためにですね、国土交通大臣がですね、どんな監督や命令をですね、できるのかっていうところに関しまして、これはですね、公式テキストに載っている重要な知識について連続でですね、予想問題出していきますので、解いていただければと思います。それでは早速いってみましょう。1. 国土交通大臣は賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するために必要があるときは、必要の限度において賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更、その他業務の運営の改善に必要な措置を取るべきことを命ずることができるが、処分の対象となるのは処分をしようとする日から過去1年以内に行われた違反行為である。さあどうでしょうか。ちょっと丸バツのやつ忘れてきちゃったんで取ってきますね。さあ行きますよ。答えは、はい、バツでございます。はい、これはですね、どこが違っているか分かりますでしょうか。これはですね、処分をしようとする日から過去5年以内に行われた違反行為になります。1年じゃありませんよ、5年でございます。ではですね、周辺知識さらに広げますよ。じゃあこの命令に賃貸住宅管理業者が違反した場合、どんなペナルティがあるでしょうか。こういうところもね、試験に出るんです。はい、これはですね、覚えてないとわからないんで答えいきますよ。答えは30万円以下の罰金に処せられます。ご注意ください。続いていきますように、国土交通大臣は次のいずれかに該当するときは、登録の取り消しまたは1年以内の期間を定めて、業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができます。では、空欄に当てはまる単語を答えなさい。はい、これ穴埋め問題はですね、本試験では出ませんけれども、これあえてやるのはですね、ちゃんと理解できているかどうか確認するためです。丸暗記になっている人はですね、穴埋め問題が解けません。いきますよ。1. 登録拒否事由のいずれかに該当することとなったとき。2. 不正の手段により賃貸住宅管理業者の登録を受けたとき。3. その営む賃貸住宅管理業に関し、法令またはホニャララもしくはホニャララに違反したとき。さあ何でしょうか。何に違反したときなんでしょうか。はい、大丈夫でしょうか。これはですね、わからない方はこれで覚えておけばいいんです。大丈夫ですか。いきますよ。答えは、業務改善命令もしくは業務停止命令に違反した時でございます。この場合ですね、登録の取り消しまたは1年以内の期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができます。続いていきますよ。3. 業務停止命令は処分をしようとする日から過去5年以内に行われた違反行為が対象となるが、停止を命ずることができる業務の範囲は、新たな契約の締結に関するものに限定される。さあ、どうでしょうか。私、これ結構ですね、本試験で出そうな気がしているんでございます。限定されるとか言われると迷っちゃいますよね。さあ、どうでしょうか。いきますよ、答えは。はい、丸なんでございます。そうなんでございます。限定されるんです。これ引っかかりそうですよね。これですね、適法に締結されている管理自宅契約の履行を禁ずることはできないんです。なんでだと思いますか。これですね、そんなことしたら大家さんとか入居者に迷惑かかっちゃうからでございます。そこに配慮してるんだと思います。なので新たに契約を取り入ったりとか、新たに管理自宅契約を結ぶことはダメなんですけども、すでに結んでいる管理物件に関してはですね、その履行を禁ずることはできませんということでございます。続いていきますよ。4. こちらも穴埋め問題です。よく考えてください。国土交通大臣は賃貸住宅管理業者が登録を受けてからほにゃらら、またはほにゃららの時は、その登録を取り消すことができる。はい、どうでしょうか。どういう時に取り消すことができるんでしょうか。これもですね、宅建の知識をそのまま流用できます。はい。いきますよ。これ答えは、1年以内に業務を開始せず、または引き続き1年以上業務を行っていない時は、その登録を取り消すことができるんでございます。必ず覚えておきましょう。5。業務停止命令に違反したとき、違反行為をした者は6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併課される。さあどうでしょうか。こういうのね、ドストレートなんですけども、出る可能性あります。覚えておかないとわかりません。さあ大丈夫でしょうか。これ答えはですね、これ答えは、はい、丸でございます。これその通りでございます。これちゃんと覚えておいてくださいね。6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金でございます。50万高い高い払えないという感じでございます。続いていきますよ。6. 登録が取り消された時、登録にかかる賃貸住宅管理業者であった者、またはその一般承継人は、
その賃貸住宅管理業者が締結した管理住宅契約に基づく業務を欠用する目的の範囲内においては、なお賃貸住宅管理業者とみなされる。さあどうでしょうか。これも宅建 の試験に出てきた言い回しとすごく似ております。さあどうでしょうか。これもですね、ちゃんと正確に覚えておいてください。さあいきますよ、答えは。はい、その通りでございます。これはですね、みなし管理業者でございます。宅建と同じですね、みなし宅建業者と同じようなですね、規定がありますので、ここに関してですね、必ず覚えておいてください。以上でございます。さあ大丈夫でしたでしょうか。これはですね、全部公式テキストに載っているですね、重要な部分になりますので、必ず覚えておいてください。ということで、また明日。バイバイ。また明日。